皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回は城攻めだぜ。籠城戦って初めてじゃない？今までは兵糧攻めだったからな。じゃあ今回は力攻めね。力攻めといっても時間がかかるんだぜ。そこで今回、とある裏技を試してみるぜ。しかしてその裏技とは？増量位置での城攻めだ。詳しくは後ほど。今回は城攻めでザキカキがガンガンいっちゃうよ。宇都宮勢1600に対し柿崎勢1800。数があっても城攻めは大変だからな。そこで裏技が役に立つんだぜ。裏技はよ。そんなに早く知りたいなら。知りたいなら？カット。はい、今はこんな感じです。ここからだ。よく見ておけよ。城の防御度が一気に減ったわ。これが増量位置の裏技だ。武将は捕まるが後で帰ってくる。頭数を揃えれば城は簡単に落ちる。超有能な裏技ね。普通に攻めれば損害が大きいから大助かりだ。これなら損失を最小限に抑えられるわね。エコロジーな城攻めだぜ。城攻めでもガンガンやるのがザキカキ。あとはこれの繰り返しだからカットしたぜ。もはや落城は時間の問題じゃわい。これで終わりだ。宇都宮城落城。勝ち時だ。あとは家来回収だ。さて時代は移り、時は1560年1月。次はどこを攻略するの？次からは北条と相まみえることになる。相手にとって不足なし。先の城攻めよろしく。今回も裏技で攻略だ。武者震いが止まらんわい。北条勢28200に対し柿崎勢66600。まずは野戦で小手調べだ。敵本陣まで距離あるからカットな。相馬が一番槍だ。逃げた。ここからが本番だ。というわけでいきなり城攻めからだぜ。もうカットも言わないのね。見よこのヘリ。我ながらえげつないヘリだよな。
これで終わりだ。クッコの城もここまでじゃわい。せいぜい小田原で首を洗って待っているがいい。勝ち抜きじゃー！うぅー！えいえいおぉー！えいえいおぉー！ってなわけで唐沢山城落城。先かきつえー。次は北条と支流を決することになる。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。次回、北条攻めのザキカキに乞うご期待。それではご視聴ありがとうございました。